あの物事を考える習慣がない人って、世の中の、9割の人が物事を考えるっていう習慣がないんですよ。僕がよく使う言葉で思う考えるって考えて書いて思考っていう言葉があるじゃないですか。思う考えるで思考、この思考っていう言葉の思うっていう言葉はこと思考の思思うっていうことは、まあ、万人ができていることなんですよ。当たり前のことにやってることなんですよ。思考の思思う、はい。で考えるっていうことができてる人ってこれ世の中1割もいないと思ってるんですよ。はい。1割いるかいないか、ないしは1割以下だと思ってるんですよ。それこそ100人中1人とか、下手するともう 1% とか、10%、1割 10% とかっていうレベルじゃなく、なんなら 1% ぐらいしかいないかもしれないっていうぐらい。そのぐらい考えるっていうことができてる人って、本当に少ないんですよ。マジで。その考えるっていうことも、じゃあ考えてる人にとってみれば、考えることってただの日常なんですよ。当たり前なんですよ。でも考えることが習慣化してない人って、まあ世の中のじゃあ 99% の人って考えることに時間と労力を費やさないとできないんですよ。っていう、はい。考える行為をしないと自分を言語化できない。自分を言語、なんかよくわかんない、よくわかんないですけど、それは、それはよくわかんないですけど、っていうか何事も別に自分をだけじゃなくて言語化は別に考えることができないと、例えば物事を言語化することが苦手な人っていうのは、基本的に考えることっていうのが苦手な人です。これはほぼ間違いなく、はい、これほぼ間違いないです。物事を言語化するのが、例えば事象であり、人物であり何であり、言語化をすることが苦手な人っていうのは考えることを日常的にしてない人、または苦手な人、考えることを日常的にしようとしているけれども苦手な人、どっちかです、はい。っていう、だから考えるっていうことって難しいことじゃないけど誰しもがやってることではないっていう、短期な人、短期な人が考えることができない、それがイコールに なる理由が分かんない、俺はよく分かんないけど、でちなみに俺のことを結構短期だと思ってる人がいるけど、まあ俺の相談の乗り方を聞いてくれてる人は分かると思うけど、どっちかって言ったら俺気長な方だからねそう、考えるをプラスにできればいいですけどね。考えることができればプラスになる。それは考え方が多分、まあ俺の考え方とは全く違う。考えるをプラスにできればいいっていうのはよくわかんない。考えるっていうことは必ずしもプラスになります。はい。家計簿をつけるのも同じ考え方ですか？全然違います。意味が分かんないです。考えるっていうことは、必ずプラスになります。考えることによってマイナスになることはないです。はい。これは 100%。自信を持って言えます。
考えることっていうのは、考えることによってマイナスになることはないです。だとすると多分考えるという言葉の捉え方が違うと思う、今俺とお前の、っていうことかな、考えるっていう言葉の定義と、捉え方が多分違うっていうことかな。考えてマイナスになることはない、存在しない、はっきり言う断言する、考えすぎてマイナスの自分に落ち込むことがあります。やっぱり捉え方が違うね。そういうことじゃないね、そういうことじゃない。俺が今言ってる考えるっていうこと、そうっていうで、考えすぎて、考えるっていうことの定義が今俺と、お前が同じ考えるっていう言葉の定義でものを話しているんだとすると、考えすぎることによって、マイナス思考の自分に、気づくことがあって、でその気づいた、マイナス思考の自分に対して落ち込むことがあるっていうなったら分かる。そうすると俺とお前との考えるっていう言葉に対する定義が共通認識であるっていうことなんだけど、今共通認識でない理由っていうのは、考えすぎてマイナスの自分に落ち込むことがあるっていうのは、その考えすぎてっていう、その考えっていう言葉の、俺とお前の認識の違いがあるっていうところ。難しい分かった人、今の話分かった人、ちゃんと分かった人、今の話分かった人います？大丈夫ですか？ああ分かったねさすが、そうっていうことかな。なんかこれがあの今の差異を言語化する能力ね、っていう難しい話してごめんね。いや、言わんとしてることはわかるの。そう、言おうとしてることはすげえわかるのよ。分析する、分析と考えるはまた別だね。霊光波動拳考えないくらい忙しい方が楽だと思ってしまう。ああ、だから、そう、それは、ごめん。それは、俺がさっき言ってた、思考のうちの思の方だね。そう。だから、俺とお前の考えるっていう言葉に対する定義が違う。多分。だから違う。今、お前が言ってることは分かるのよ。めっちゃ。めっちゃ分かるのよ。そう。言おうとしてることは分かってんの。分かってるんだけど、そうじゃなくて、今、俺とお前の、その、考えるっていう言葉に対する定義がそもそも違うから、多分この話って、もしお互いがその話をし続けたら、多分一生交わらないねっていう話。でも言ってることと言おうとしてることと何を思っている、何を思っているっていうところは分かってるのよ。難しい、ごめんね、なんかめんどくさいおじさんでごめんなさい、はい、っていうね。まあ別に言葉遊びがしたいわけじゃないんだけど俺も、そうっていうね。まあ たまたま今トピックスがそうだったから、まあ今言葉遊びみたいになっちゃってるけど、そうっていうね。わかるよ、でもそれは、そう、言わんとしてることはわかってる、そう。難しい話だった、そう。なんかね、頭の中に自然に浮かんでくることっていうのは、俺の中で思考のうちの思うっていうで、考えるっていうこと、じゃあ考えると思うっていうことの言葉の定義として、
思うっていうことは、思うっていう言葉っていうのは、うん。違う違う。いや別にお前のこと悪いとも言ってないし、なんか別にお前に対して批判的な意見もないんだよ。そこだけは分かっといて。別にだから、なんか、お前を責めるつもりもないし、なんか、じゃなくて、なんか今トピックス的に、まあそういう話だったから、なんかそこに対して突っ込んでったっていうだけの話だって。で、そう、思う、その思考の思うと考えるっていうことが、俺が完全に別物だと俺は思っていて、別質のものだと思って、完全に異質のものだと思ってるのね。思うっていうものと考えるっていうものは、完全に異質のものだと思っていて、その、思う、思考の思、思うっていうのはどういうことかっていうと、うん、右脳左脳とかっていう話じゃなくて、単純に、その、なんかそんな、なんか科学的なとか、医学的なとかっていう話じゃなくて、その、思うっていうことっていうのは、別に、こう、まあ、みんな今 何かしら思ってるじゃんか。何かしら思ってる。なんかこう、なんだろう。例えばじゃあ、外的要因、もしくは内的要因、何にせよ、頭の中に勝手に浮かんでくる。自動的に、別に何も意識してないのに浮かんでくること。これが思うっていう思考の思だと思ってるのね、俺は。で、思考のこう考えるっていうのはじゃあ何か。そこにいろんなファクト、だからその、なんだろう、外的要因にせよ、内的要因にせよ、その、また感じるはまた異質なものなんだけど、また。ちょっと難しい話になってきちゃうな。どうしようかな。誰かこの哲学的な話になんか興味あんのこれ。大丈夫興味あんのかこれ。あるあるのあ、そうなのうん。いや、だからこれに関しては、あんま興味ないあんま興味なかったらまあここで終わるけど、ここで終わりにするんだけど。どうします続き、聞きます行きますこれ。ありますあ、ほんとうん。その、考えるっていうのは、例えばじゃあ、変な話、ひろゆき的な相談の乗り方、わかりやすい例えで言うと、ひろゆき的な相談の乗り方が、思うなんだよ。で、それに対して、俺の相談に乗るスタイルは、考えるなんだよ。これで分かりやすい？それとも分かりにくい？うん。その、分かりやすい。ひろゆき的なスパチャでポンと相談来ました。それに対して何のヒアリングをすることなく、その事象に対しての答えをポンと出す。これが思う。そう。で、考えるっていうのは、その相談を、じゃあ同じスパチャをじゃあ僕が受けました。同じ相談を乗りました。じゃあその人の名前を、アカウントの名前覚えておいて、じゃあ今あなたいくつなんですか？今どういう環境で生活してらっしゃるんですか？で、今どういうね、こと、その困っていることに対しても、どういう困り方をしている？それに対してどういう影響が出て、どういうことがあって、それに対して何をどう改善していって、どう結果的にしたいのか？っていうところをヒアリングしながら一緒に答えを出していくっていうのが考えるっていう。深いか浅いかだとちょっと違うかな。まあ、すげえ全部そぎ落として、めっちゃ全部そぎ落として、そぎ落としてってなるとそうなるかもしれない。けど、そぎ落とさないとそこにはならないっていう。何今日の話どうした、うん、この哲学じみた話、相手の立場に寄り添う度合い、それになると多分その相談っていう例えに引っ張られすぎてるじゃん。元々の議題は思うと考えるが異質であるということ。その異質さはどこにあるのかっていう話だから、相手の立場に寄り添う度合いっていうのは、今俺がたまたま出した例えに対しての話だから、それもう全く違う話になっちゃうね。うん。今の説明わかるかな。目に見えることが思う。背景を見ることを考える。違う。うん。一あるものを差し出すのではなく、
ゼロを1にするということですか。意味わからないこと言ってるんですよ。いや、意味わからなくはないけど、1あるものを差し出すのではなく、ゼロを1にすることがいい考える。いやー、まどろっこしいね。わかりづらいね、それだと、うん、思う感覚、感覚っていうのもまた違う話だね。多分思うっていう言葉を一言で何かに言い換えるってすると、多分余計わからなくなると思う。多分逆に、そう、なんとなく分かってきた。オッケーオッケー。私の感覚で言うと、深く考えてもトラウマとかネガティブなことばかり出てきてしまうんじゃないですか。私の感覚で言うと、深く考えてもトラウマとかネガティブなことばかり出てしまう。それってその単純に今あなたがおっしゃってるのは、そのトラウマに対して深くも掘り下げるっていう話じゃないですか。考えるじゃなくて、それを言葉で表すなら、それってトラウマに対して掘り下げるっていうことをするから、そういう話ですよねっていう。だからそうすると、考えると思うっていうこととは、またそれも異質な話になっちゃう。掘り下げるとも違う。それを、だから、掘り下げる、でも近いところではある。本質的な部分で、現実的な部分で解決でがいっぱいあるな。でがいっぱいあるな。本質的な部分で、現実的な部分で解決、本質的な部分で、現実的な部分で解決するかどうかという、違う。そうなってくると明確に違う。考えるっていうのが経験。だからそれを一文字で何かのも、一単語で何か、その考えるっていうものを一単語でこうパンと置き換えるっていうのは多分無理。さっきも言ったけど、それは無理。多分自分の中にはなかったものにたどり着いたことは考えたことになりますか。必ずしもそうとは言えないっていうのが答えです。はい、っていうね。皆さん、答え出ました？考えるということのこと、答えは出ましたか？皆さんいかがでしょうか。はい、っていうね。ちなみになんだけど、思う表面的、資料が浅い、考える本質的、事実、おのおのの背景に基づいた資料が深い的な感じですか。それの間違いとしては、一番大きな間違いとしては、言葉遊びではないんですけど、僕だったら、僕の感覚だったら、思う表面的、資料が浅い、考える本質的、事実、おのおのの背景に基づいた資料が深い。今、思うと考えるっていうものが異質である。で、これを別個に分けようとしているのに、思うの方で資料っていう言葉を使うのは構わないけど、考えるっていう言葉の中で、説明をする中で資料っていう言葉を使うのはおかしいよねっていう話になります。僕の感覚的に言うとね。それこそ言葉遊びになっちゃうけど。はい。意味わかります？だって今、思うと考えるっていうのが異質であるっていうことを説明しようとしてるのに、思うっていう言葉が、文字が入っている資料っていう言葉を、思うの方で使うものは構わないけど、考えるっていう方でも資料っていう、思うっていうこと、単語が、一文字が入ってる言葉を使うのは、説明として、なんか、ピンとこないなっていう。はい。まず分かりやすく、今やるべきは何ですか？必要なものと不必要なものをきちんと自分の中で理解した上で分けて、それを実行に移すこと。ピンときたでしょ、お前の中で。なるほどって思ったでしょ。的確だったでしょ。このたった数文字で、めっちゃ的確なこと言ったでしょ。お前にとってどう？はい、そういうことです。
あなたにとって必要なものは何か、不必要なものは何かっていうものを理解した上で、それをいらないものは捨てるっていう判断をすることです。そして実行に移すことです。それがあなたの今の道しるべです。でーん、そこの判断は早ければ早いほど自分が幸せに生きれる可能性と時間が増えます。はい、っていうね、ことだと僕は思ってますけれども、うん、はい、物を捨てる勇気って大事っすよ。まあ、ちなみに僕の家は物で溢れてるんですけどね。それとこれとはまた話が別でね。はい、っていう、うん。いや、そんな難しくないっすよ。慣れっすよ。慣れです、慣れ。うん、慣れれば、スッと捨てられます。はい。だから、物的な断捨離はできないですけど、思考的な断捨離は僕結構得意なんで、うん、思うと考えるが異質である。で、思うということは皆さん理解したじゃないですか、多分ね。何にも別に意識してなくても頭に浮かんでることが来ることが思うなのであれば、では考えることって何でしょうっていう、それを考えてみてください。はい、っていうね、うん、っていうか自分が使う言葉の意味をいろいろ知った方がいいです、うん、はい。気づいたら彼女のことが好きになっていた。思う、効率も考えすぐ告る。良くも悪くも告ると相手に自分の気持ちが伝わるから、考える、どうやったら好きになってもらえるのか、告白しようか片思いでいるのか、すぐ行動には移さない、格好移せない。意味がわからないです。意味がわからないです、それは。ごめんなさい、それはちょっと意味がわからないです。はい、全然意味がわからないです。はい。全然多分だから違うってことだと思います、多分。まあ違うっつっても、僕がじゃあ正解を持ってるかっつったらそうじゃないと思うんですけどね。僕の中の正解っていうだけですからね。うん、はい、僕の中の正解っていうだけなんで、はい、それが皆さんにとっての正解かどうかは、それは皆さんが決めればいい話で、はい、だあくまでこれは僕の配信なんで、僕のなんか考えとか、僕はこういう風に考えてる、僕はこういう風に思ってるっていうことをずっと話してるだけの話なんで、それが違うと思えば別に違うでいいし、で別に俺の正解を求めに来なくてもいいしっていう、あ、これちなみに考えるですね。今の話ちなみに考えるですね、はい。っていうことですかね、うん、ノートにメモして調子が悪い日といい日の傾向を知ることも思うではなくて考えるということ、違います。それはデータ取りです。むずいね、むずいね、めっちゃね、うん、そう、それは別に思うでも考えるでもなくデータを取ってるだけの話ですね、うん、はい、そこに思考は介入しなくてもできるから、うん、それは思考が介入しなくてもそれはできるじゃん。そうっていう、むずいですか。思い巡らすこともプーさん的な定義もどっちも辞書には考えるの定義として載ってるから、前者の意味で考えた気になってる人はプーさんから見ると考えてない。ああ、まあそうだね、うん、そうそうそう、だからそう、さっきから何度も言ってる俺の中の言葉の定義でしかないから、そうで、これってまた言葉遊びになるけどいい、これって
思うと考える、その思考っていう言葉だけじゃないっていう。例えば俺がよく質問する、これは、あなたにとって優しさって何ですか、あなたにとって思いやりって何ですか。皆さん答え持ってます？ちゃんと明確に。それを今思いついて今考えてとかじゃなくて、もともと持ってます？俺持ってます。だって優しさを明確に言語化、優しさとは何かって聞かれた時に、それを明確に言語化できない人がどうやって人に優しくできるんですか。ルートの計算の仕方、じゃあサイン、コサイン、タンジェントの計算の仕方を知らない人がどうやって答えを導き出すんですかっていう。でしょ。だってじゃあ三角形の面積の求め方の公式、底辺かける高さ割る2、これを知らない人がどうやって三角形の面積求めるんですかっていう。まだ三角形だったらまだいいっす。まだ三角形だったらなんとかできるかもしんない。じゃあ半径かける半径かける 3.14、 まあ今3らしいですけど、これ知らなかったらどうやって円の面積にたどり着けるんですか。無理じゃないですか。無理っすよね。わからんくないですか。でそれと同じで、優しさってあなたにとって何ですかって答えがポンって返せる人でなかったら、どうやって他人に対して優しさを表現することができるんですか。思いやりってあなたにとって何ですか、それに対して返答ができない人がどうやって人に対して思いやりを持てるんですかっていうことっす。だから思う、考える、考えるっていうことの、考えるって何ですかに対して答えられない人は考えることできないっすよ。だってそれのやり方を知らないから。それをやってる人だったらやり方知ってるから答えられるんですよ。でもそれをやり方を知らないから、考えるっていうことのやり方を知らないから、だから説明できないですよ。で説明できないから考えられないですよ。っていう。お分かりいただけました？ちょっと今日は随分難しいお話をさせていただいてますけど、ええ、自分本位を滅するが優しさ、自分本位を滅するって言い換えたら自己犠牲じゃないですか。俺自己犠牲は美しくもなんともないっていつも言ってるじゃないですか。俺はむしろ自己犠牲は嫌いだよっていう話をずっとしてるし、俺自己犠牲って美しいともなんとも思ってないですよ、うん、相手ファーストを心がける。あの定義ってことね、うん、まあ俺の定義とは違うけどね、うん、相手が望んでいることをする、相手が望んでいることをするってさ、それが俺は必ずしも正解だとは思わない。相手が望んでいることをする、じゃあまずその相手が望んでいることをするってとっても抽象的な話で、これ何かっていうと、相手が望んでいることをどうやって知るんですかっていう話なんですよ。まずそれが、じゃあこれやってほしい、あれやってほしいっていう意思表示があったり、その展開的にどう考えてもこれをこの人はしてほしいんだろうなって分かることだったら、それが実行できるかもしれないですけど、
相手が望んでいることが明確になっている状態のことの方が物事多くないですか。その時はじゃああなたは優しさを優しくはできないってことですかっていう話になるんですよ。これが考えるってことです。これが考えるってことです。見返りを求めない無償なもの、ああそれはそれも俺配信の中で何度も話してますけど、このように見返りを求めない無償の愛なんていうものは存在しないって言ってるんですよ。僕はずっとこれずっと一生言い続けてます。これ僕、見返りを求めない無償の愛っていうものがこの世に存在すると思います？うん。私にとっての優しさはこの人が自分がいなくても大丈夫にすることかな、自分がいなくても大丈夫にすることかな、その上で自分が嫌われても嫌われてもしょうがないと思う。なるほどね。あ、理解できるですね。この世に無償の愛なんて絶対存在しないですよ。はい。傷ついたりして優しさを知ることもある。優しさってたまには相手にとってはそうじゃないこともある。もちろんもちろん。でその中でもやっぱり優しさっていうものを自分の中で定義がないと、じゃあ毎回毎回その優しさっていうもののもの自体もブレてしまうしね、っていう。だから優しさっていうものには自分の中である程度の定義がないと。でそれは当然流動的でもあるんですよ。必ずこれっていうわけではないです。これヒントですけど、優しさ、僕、まあヒントっていうか僕が思っている優しさ、思いやりっていうもののヒントなんですけど、はい。まあ多分まあ別にそこをね、クイズ大会じゃないんで別にそこの僕の定義をね、当てる必要ないんですけど、はい。優しさや思いやりについては相手の立場になり変わった時に優しいな、ありがたいなと思えるようなことをしなさいと言われ育ちました。でもそれをどう知るんですか。その優しさをかける前にどうそれを知るんですか。相手の望むことを分かるまで時間がかかることは分かっている。まあそうだね。でもそういうことではないかな。まあ、ちなみに無償の愛がこの世に存在していないっていう話聞きます、ね、ちなみに無償の愛っていうのがこの世に存在すると思う人、見返りを求めない、じゃあ正確に言うと見返りを求めない無償の愛というものがこの世に存在すると思う人います？あ、いる。あ、いる。はいはいはい。親から子への愛、はたまた子から親への愛。ああ、ちゃんと説明します。全部論破できます、僕。論破した上で、この世に無償の愛は存在しないってことを証明できます。愛犬への愛、はあ、じゃあそろそろ論破タイム入っていいですか。いいですか。もう出揃いましたか。そろそろ論破タイムいっていいですかね、じゃあまずこの世に無償の愛が存在するという派、この世に無償の愛が存在するという派の人に対してまず一つ言いたいのは、目に見えてるものだけが見返りではないですよっていう、はい。これを言うと、まあ僕の配信をがっつり聞いてくれてる人はピンとくる人もいると思います。はい。よくねこの例え話で出すんですけど、彼氏彼女が別れた後にね、よく男の方がそれ聞くの多いけど、男の側が元カノにお前に今まで使ったデート代とかプレゼント全部返せっていうクソほど気持ち悪い男いるじゃないですか。これまあ女の子にもいるらしいですけど、はい。まあ僕はその男にも女にも出会ったことはないんですけど、まあよく耳にするんですけどね、これ
まあ、ここまで言うとこの話、この先の話をもう、あ、この話ねって分かる人もいると思いますけど、プレゼントを彼女に買います、それで渡します。で、彼女は何も自分に対してプレゼントを、じゃあ例えばバレンタインデーじゃない、バレンタインデーにもらえなかったけどホワイトデーに彼女にプレゼントしました。で、じゃあ彼女の誕生日にプレゼントしました。でも自分の誕生日には彼女がプレゼントくれませんでした。それで自分だけがあげてると勘違いしている気持ち悪い男が中にはいるんですけど、僕はそれが大嫌いで、何かというと、プレゼントって選んでる時、何にしようかなって考えてる時、選んでる時、買った時で渡すまでの間、その間ずっと心満たされてません。どうです、皆さん誰かにプレゼントしたことあると思うんですけど、そのプレゼントする時ってどういう気持ちでした？プレゼント何にしたら喜んでくれるかな、あれがいいかな、これがいいかな、心満たされてません？で、あ、じゃあそうか、じゃあじゃあ T シャツ、可愛い T シャツをプレゼントしよう。でも可愛い T シャツっても今度じゃあどんな T シャツにしようかな。それ選んでるとき楽しいですよね。満たされてますよね。で、よし、じゃあこれに決まった。ああ、インターネットで買うよりも実際お店で手に取って見てみてどうか、実際見てみよう。お店行きます。満たされてますよね。それを選んでるとき。ああ、これいいじゃん。これやっぱり、これ送ったら、これプレゼントしたら喜んでくれるかもな。ああ、嬉しい。じゃあこれ買ってプレゼントしよう。じゃあラッピングお願いします。満たされてますよね。で、今週の日曜日、今日木曜日ですと。今週の日曜日、プレゼント渡す、あ、会うから、その時にプレゼント渡そう。あ、ワク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 、どんなリアクションしてくれるかな、喜んでくれるかな、満たされてますよね。プレゼント、あ、じゃあ日曜日当日になりました。プレゼント、はい、これ、言ってなかったけど、これプレゼント、もしよかったら、喜んでもらえるかどうかわかんないけど、これ、使って。え、マジ？え、開けていい？あ、いいよ、開けて。開けました。え、めっちゃ T シャツ、え、この T シャツめっちゃ可愛いじゃん。え、超いいじゃん。え、マジこれいいの？ありがとう。満たされてますよね。目に見えない見返りが存在してるじゃないですか。ですよね。なんで目に見えてる物質にしか反応できないんですか？なんで目に見えてる物質にしか反応してないんですか？なんでそこにしか感謝できないんですか？なんでそこにしかありがとうって思えないんですか？で、子供が親に対する愛情、これが無償の愛ですか？親が子供に対して、じゃあ服を買いました、ああ、この子が明日学校でこの服着てってくれたら嬉しいな、ああ、このじゃあおもちゃ買ってあげた、ああ、こんなに喜んでくれてるんだ、ああ、よかった、嬉しいな、満たされてません？その逆もそうです。子供が親に対してもそうです。こういうことしたら、自分がじゃあテストでいい点取ってそれを報告できたら、そしたらね、お父さんお母さん褒めてくれた、嬉しい、愛犬への愛情ね。じゃあおやつあげました、今日ちょっと奮発していいおやつあげました、ああ、なんかいつもよりなんか尻尾いっぱい振ってくれてる、ああ嬉しい、見返りありません？これありますよね。ギブアンドテイク成立してますよね。だから俺、この世のものは、この世の良い行いとされるものは全てにおいてギブアンドテイクが成立してると思ってるんです。はい、目に見えない見返りがあるじゃないですか。あなたの心今あったかくないですか？あなたのお胸ポカポカしてませんか？それは見返りではないんですか？ということなんですよ。
でしょ、見返りあるじゃないですか。だからギブアンドテイクは成立してるんですよ。それを成立してないと思っているんであれば、もう少し目に見えないものに意識を置いてみた方がいいんじゃないですか。いろんな見返りが返ってきてますよ。はい、っていうね、1歳くらいの赤ちゃんだと、赤ちゃんからの愛は純粋だけど親から愛されたいっていう本能がある。まあそうだから、結局俺は何事においても人と人の関わり合い、もしくは人が何かをする、良い行いをするときには、良い行いとされることをするときには、必ずギブアンドテイクが成立してると思ってます。誰かのために、何かのためにギブアンドテイクが成立してると僕は思ってます。その目に見えないものにいくつ気づけていますかっていう、ただそれだけの話なんです。はい、どうですか、今日も深い話をしてますね僕ね僕の配信には学びがあるでしょ、わかりました皆さん、はい、こんな話をしてる配信者他にいます、マジで。わかります、はい、もっと褒めてくれてもいいんだよ、はい、もっと褒めてくれても全然いいからね、うん、っていうね。だから俺はデートの、お前にデートに使った金返せとか、お前に送ったプレゼント返せって言ってるやつが、なんか耳っちくてしょうがないって思ってる。ちっちゃいケツの穴の小せえ野郎だなとしか思ってないです、はい、っていうか、あのなんだろう、脳みそ使えてない人だなって思ってる、うん、この世の全ては僕にとってはギブアンドテイクが成立してますっていう、はい、そう僕は思ってますし、そういう意味でいろんなところに感謝を忘れないようにしたいなって思ってます。忘れちゃう時もありますけどまず人間なんでね、僕レベルの脳みそだと忘れちゃう時があるんですよ、はい、でもそれを忘れないようにしなきゃいけないなっていう、はい、って僕は思ってますけどね。プーさんの言ってることもわかるけど、例えば最終的にプレゼントぶん投げられたり、ひどい言葉をかけられたら、一切ギブアンドテイクの気持ちなくなるな。ああ、俺だからさっきから前提で言ってるじゃん。前提条件出してるじゃん。良い行いをするときは、前提条件出してる。ね。でしょ？うん。前提条件出してるじゃん。そう。抜かってないよ、俺。抜かってないよ、そこは。でしょ？プレゼント投げることって良い行いではないじゃん。暴言を吐かれることって良い行いではないじゃん。だからそれってギブアンドテイクの話とは別じゃん。俺前提条件出してるから。前提条件は良い行いとされることをするときはっていう前提条件があるじゃん。うん。っていうね。うん。そう。だから、見返りはすでに存在してんねん。もう自分が良い行いをしようと決めた時点でもうすでに逆にこっちが良い、ただ今のプレゼントの話で言うと、プレゼント買う前からもうこっちもらってんね。何かを、目に見えない何かをもらって、それで満たされてしまってるの。だからなんならお返しぐらいなんだよそのプレゼントを買って渡すときはもうすでにいただいてるものに対するお返しなんだよ、プレゼントって。でしょ、その考え方で言うとむしろお返しなんだよ。だからプレゼントを渡すときはありがとうって言って渡すんだよ、うん、そうでしょ、楽しいっしょその時って、うん、分かった。これが考えるということだよ。
お前たち。分かった。これが考えるということ。物事を考えていくと、こういう答えに行き着くっていうこと。分かった。だからこれが思うっていうことと考えるっていうことが異質であるっていうことの証拠だよ。分かった。分かった。お前たち。分かったの。そういうことだから。これが思うと考えるが異質であるということの証拠だね。分かりました。皆さん。お分かりいただけましたか。分かったな。バブちゃんたちは分かったのか。本当に。これが考えるということと思うということの質の違いでございます。分かった。じゃあよかった。そういうことなんだよ、はい。自己犠牲は考えるより楽だから逃げがちだったけど、そう。本当にそう。自己犠牲っていうのはオートマチックだからね。そう。で、自己犠牲が美しくない理由っていうのは、俺は自己犠牲を美しいと思わないっていう話をしてるけど、まあよく相談の中でもそんな話するけど、自分が守りたいもの、守るべきものがある人が自己犠牲をしだしたら、じゃああなたがその人の身代わりになって動けなくなった時に、誰がその自分が守るべき人、守りたい人を守るんですか？それ人に任せたくないから自分が守ってるんでしょ？で、あなたが自己犠牲をして、あなたが潰れたら誰がその人を守るんですか？だから自己犠牲って俺は全然美しくもないし、なんなら無責任だと思ってる。守りたいもの、守るべきものがあるんだったら自分も同等に守らなきゃいけない。誰が守んねん、誰が変わんねん、誰が自分に変わって同じクオリティで同じ思いで、お前同じ熱量で守れるの。それを探すのむずくね。そう、っていう、同じことリーダーシップ研修で言ってた。すごいだろ。俺の配信を聞いてれば、下手な自己啓発セミナーとかに何十万払ったりね、自己啓発本何冊も買い漁ったりしなくて済むんやで。ただで聞けるんだよこれ。だから俺の配信ずっと張り付いてるっつってんね。分かったか。こういうことじゃ。で、あのローランド、俺のワードパクりすぎ、俺が十何年前から言ってる、言い続けてることをローランド平気で横からパクっていくから、あいつ、ローランド俺のリスナーだからね。マジで、ローランドの名言大体俺の名言だからね、いや俺見てない、見てないけど、それローランドも言ってたっていうのをめっちゃ一時期聞いた時期があった。マジ、ローランドの名言大体俺が言ってる名言だから、あとこれこれが言ってる名言大体俺が言ってる名言だから、だからこれこれとローランドは俺のリスナーなんだよ、そう、古くからのリスナーだね、これこれとローランドは、マジでそれだけ言っとく、そうっていうね、ローランドとこれこれは俺のリスナー説を俺は強く押すよ、マジで、それだけ言っとくわ、まあ考えることってそんなに難しいことじゃないよ、自分が4歳児か5歳児に戻ればいい。だから俺みたいな精神年齢が低いやつは、それが当たり前にできるようになるのよ。どういうことかっていうと、まあ、4歳児とか5歳児ってさ、何でもかんでもさ、なんでって聞くじゃん。
それ自分にやりゃいいだけ、それを自分に向ければいいだけ。なんで？なんで？なんで？これの答えはこれ。なんでそうなったの？こうだから。え、なんでそうなったの？それを繰り返せばいいだけ。それを永久に繰り返せばいいだけ。自分の中で自分に対してなんでをずっと向け続ければいいだけ。そう、今の自分の在り方とか自分の行動とか自分の発言とか何にでも自分に対してずっとなんでを投げかければいいだけの話。すげえ簡単でしょ。めっちゃ簡単なんだよ。そう、ずっと自分に対してなんでを投げかけるってことが考えるっていうこと。最後に答え言っとくけど、簡単に言うとね、自分に永久になんでを投げかけること、それが考えるってこと。見返りはもらってるかもしれないけど求めてるわけじゃないんだよな、うん、さっきからずっとなんかお前的外れなこと言ってんな思ってたけど言わなかったけど、お前ずっと的外れだぞお前最後に言っとくけど、うん、お前ずっと的外れ、うん、一回も的を置いてない、うん、マジで、うん、なんかドヤ顔で言ってるけど、うん、さっきからそのドヤ顔全部外れてんねあ、ごめんね、俺言うタイプなんでごめんなさいね、うん、まあそういうことです。まあ考えるっていうことは簡単に言うと、自分に何でを投げかけ続けることです。はい、それができるかできないかです、はい、思考、思うっていうことと考えるっていうことの、考えるっていうことは自分の中で湧き上がってきたものに対して、まあ自分自身だけに対してだけじゃなくて自分の中で思うっていう、思ったことに対して永久になんでを繰り返し続けること。そうするといつか答えにたどり着く。優しさっていうことに対してもなんで、なぜ、どうして、それをずっと繰り返し続けるといつか自分にとってしっくりくる、あ、ここが答えかもっていうのが出てくる。で、もう一個言っとく。この自分にとってのその言葉の定義、例えば優しさっていう言葉の定義っていうのは、さっきもちらっと言ったけど流動的である。それは相手がいるものであるから、その相手に対して何が優しさになるのかも流動的だし、もう一個は自分の成長とともにそれが変化することがある。まあ成長または逆に後退、退化することで、その定義っていうのは変化することがある。だから流動的。言葉の定義っていうのはその辞書的な意味の言葉の定義ではなく、自分にとってのその言葉の定義っていうのは移り変わるもの、流動的であるもの。固定してしまうと良くない、逆に。だから優しさの定義、3年前の俺の中の優しさの定義と今の俺の優しさの定義違う。それを考え続けることができるかっていうのが思考の高の部分ですっていう。はい、さっき言った永久的に考え続ける、永久的に何でを投げかけ続けるって言ったと思うんですけど、永久的にです。文字通り自分の命がある限り、自分の思考力がある限り、それを投げかけ続けるのが思考の方です、僕の中では、ということでございます。はい、お分かりいただけましたでしょうか。だから下手な自己啓発セミナーとか自己啓発本とか占い師とか、よくわかんないとこ行くぐらいだったら
僕の配信見てた方がただでいろんなことを気づけると思います。はい、っていうね。ちなみにこれ僕全部できてるわけじゃないです。できてないことの方がほとんどです。はい、ただあの思考の中ではこういうことであるってことを分かっているっていうだけの話で、それが自分の行動に伴っているかはまた別の話ですっていう。難しいですよね。考えるだけじゃダメなんですよ。ということでございました。